ウォルター・ブライト。2009年、アクノカンファレンスにて、ウォルター・ブライトは D 言語の設計者として知られるプログラマ。1979年にカリフォルニア工科大学を卒業した。コンパイラ開発者として有名であり、最初のネイティブ C コンパイラであるゾアテック C の開発を行った。これは後にシマンテック社に買収され、シマンテック C となるが、 現在はデジタルマーズ C、C としてデジタルマーズ社から配布されている。この C コンパイラは発売当時としては画期的なコンパイル速度を誇った C コンパイラのダタリット C を元にしている。他にブライトが開発に携わった言語処理系としては Java の開発環境であるビジュアルカフェのコンパイラや D 言語のコンパイラ、デジタルマーズ D、ECMA スクリプトの コンパイラインタープリタである大マザクリプットなどがある。これらの処理系には数々の新たな最適化手法が取り入れられている。また、アベルの言語設計及びコンパイラの開発にも関わった。ありがとうございます。